皆様こんにちは。気遣いルーシー、脚本演出出演の野添誠二です。着ぐるみが結構多いんですけれども、そこのみんなの汗、時間としては1時間ちょっとぐらいの短さなんですけど、やっぱりそのみんなの熱量っていうのが改めてこんなにすごいことになってるんだなっていうのは、初演の時は僕外から見てたんですけど、再演で中に出演者として入った時に、自分自身もそれを体感して、なんかそれも含めて、その熱気がお客さんにも届いて、いい劇場空間になってるなと思えたっていうのがとてもいい思い出です。前回の再演からそうですね、5年経ってるので、小野寺さんだけはそのおじいさん役というところに、近づいて入ってるんですけど、ほとんどの人がその実際の役からちょっと離れていったりとかしてるんですけれども、なんかそういったところをなんか割と素直に、なんか変に装うのではなく、みんなの感覚とか体にあるものとか全部素直に出していけたらなと思っていて、なんか歌とか美術とかそんなに大きくは変わんないと思うんですけれども、例えば歌、ちょっとしたメロディーだとか楽曲の、ところとかも5年経つとだいぶ感覚も変わってると思うので、そういったところもどんどん更新していきたいと思いますし、テーマも気遣いというテーマがより僕らは身近になってきてると思うので、そこら辺は大人も響く人がどんどん増えてきてると思うので、まずそうですね、もう岸由紀乃ちゃんは、いやもうこの5年で一番びっくりするほど変われたんじゃないですかね。ご本人もびっくりしてるところもあると思いますし、でもなんか環境は変わったと思うし、彼女が見えてる景色も変わったと思うんですけれども、なんか彼女の根っこの素敵な部分っていうのは、ルーシーという役を通してももう本当にそのままこぼれてると思うし、溢れ出てると思うので、そこは多分変わってないと思うので、なんか今回より楽しくじゃれ合えたらなと思ってます。栗原るい君はそうですね、なんかるい君もたくさん大きな舞台とかも、立たれていろいろと変わったと思うんですけれども、彼に関しては逆に、なんか変わってて欲しくない部分をどっかで期待していて、なんかそういった独特な、なんか強いものが彼にあるので、なんかそこにまた触れられる楽しみを今感じています。川上ゆりさんは、劇団員なんですけれども、ずいぶん彼女も存在感がもうバイバイゲームで増していってるんじゃないですかね。なんかこの役ではもったいないぐらいの存在感になってきてるんですけれども、そんなにちょっとしかの役だったっけっていうぐらい、もう劇場狭しと暴れ回ってほしいなと思ってます。山口くんはお父さんになったんですね、僕と一緒でお父さんになったので、不正が王様を通して出るのかな、いいか、出なくても見た目も大きいんですけれども、多分懐もより大きく深くなってるんじゃないですかね。なんか楽しみです。大鶴さつけくんは初参加なんです。他の舞台でもご一緒してるんですけれども、本当にもうキラッキラしてて演劇大好きで、純粋だし紳士だし、なんかもう本当にもう投げ打ってここに飛び込んできてほしいなと思ってますし、彼が今面白いと思うものはもう存分に遠慮なくぶつけてきてほしいと思ってるので、彼によって変わることはたくさんあるんじゃないかなと期待しています。小野寺さんはよりおじいさん役に近づいてきていると思うんですけれども、いや何のこの前もちょっとお会いしましたけれども、中身逆に離れてるんじゃないですかっていうぐらい若いですね。なんか動きに関しても小野寺さんには今回もっともっと相談したいなと思っていて、
なんか 役者の動き多分増えると思います。今回今まで以上になんかそこら辺も一緒に作っていけたらなと思っています。田中圭君はもう本当に素晴らしい音楽、うん、この作品の 半分はもしかしたらこの音楽に支えられている部分があると言っても過言ではないほど素晴らしい音楽を作ってくれているんですけれども、そこに甘んじることなく、多分彼のことだから更新したいんだって言ってくるでしょうし、それを求めている現場でもあると思うので、役者さんみんななんかどんな更新があるのかなって楽しみにしています。森ユニさんもう、はい、そうですね、多分ケイ君と一緒で知らぬ間に勝手にアレンジとか変えてきてる、しれっと変えてきてそうな気がするので、なんか、うん、あでもなんか会えるのだけがでもすごい楽しみです。初演再演 と多くの人に喜んでいただけて、子供もそうでしたし、その子供が楽しむものでしょうってきた大人の方も、うん、と思いきや自分が実はすっかり夢中になって見てしまっていたっていうといったことをいただけた、言っていただけた作品だったんですけれども、本当にそこに甘んじるつもりはもうさらさらなくて、なんか今じゃあ今何が面白いかねっていうものを真剣に大人たちが、うん、集まってまた向き合って新たに作り直したいと思っていますので、はい、なんか自分自身稽古場が楽しみだし、初日にはどんな作品になっているんだろうっていうのが3回目なのに想像できないでいます。僕も楽しみます、楽しみに来てくださいという感じです。気遣いルーシー、3回目になるんですけれども、岸井ゆきのちゃん、栗原るい君はじめ役者さんもとっても、もう最高な、より最高な人たちになっています。で音楽も、多分より最高になっていくと思います。舞台美術もとっても面白いです。なんか僕ら本当に楽しむんで、一緒に楽しみに見に来てくれたら最高です。よろしくお願いします。東京芸術劇場シアターイーストでみんなでお待ちしてます。